今日も悠々とリポートしていくよ。火曜日に石川春人です。今日鎌倉駅にやってきております。井上さん、火曜日いらっしゃいませ。今日は何をするんですか？最近料理されてますか？してますよ。ちなみに今日も僕おにぎりを作って持ってきました、自分で。おー、え、すごくないですかこれ。おにぎりの今日簡単だよ。まあでも、まあおにぎり、今日はここ鎌倉で大根を使った料理屋さんが、え、そうなん、あるの？あるんですね。そこに潜入しようと。なるほど、それじゃあ行ってみましょう。そう、気になるな、どんなんだろう。ここですか、もしかして。すごい、なんかこう風習あるような、昔の風習があるような老舗なんですかね。風情なんですね。じゃあ行ってきましょうか。すごいいいですね、こう雰囲気があって。あ、おいしい大根スープ、この味が鎌倉武士の味。じゃ早速突撃したいと思います。ごめんください。はい、いらっしゃいませ。どうも、こんにちは。いらっしゃいませ、ようこそ。猫の額のドワイド、火曜グリーン、石川春人です。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はい、大根料理屋さんとお聞きしてきたんですけども。はい、ありがとうございます。そうですね、合ってます、はい、合ってます。ちなみに、はい、あの美術館入り口って書いてるんですけど、美術館ですか？ね、主人と私が23年前に始めたんですけど、はい、今回訪れた福鳥さん、出迎えてくれた佐藤さんは人形作家でもあり、このお店は画家をされていたご主人と創作や発表などを行っていた場所なんです。20年ほど前に大根のように多くの人に愛されたいと思い、大根料理のお店を始めたそうです。開店してすぐに鎌倉に伝わる鎌倉大根の伝説を知り、今ではその魅力を広める活動をしているんです。ちなみに、はい、お店の名前の福鳥っていう名前なんだと思うんですけど、はいはい、福鳥の意味ってあります？これね、福が来る鳥にしたんですね。そのままや。うん、そうなの。福が来る鳥っていう名前にしたのは、はいはい、雨の雫を見てたらその鳥に見えたのね。こうやってツルツルツルって降りてきて、はい、それでその鳥さんがこの鳥になったわけです。かわいい、カラフルで、よかった。手作りです。手作りなんですか？全部同じのものがいないっていうことは、誰が買っても同じ服じゃないってことよね。あ、そういうことか。そうなのよ。それでそうお店の名前を福鳥にした。そうそうそう。なんか面白いです ね。こちらのお酒とか、ジュースいろいろあるんですね。主人が、はい、アトリエをここの鎌倉じゃない時に持って自分で作ったカレー、まあ、いろんな野菜で入れて鍋で煮てたら、みんなが美味しいので分けてくれって言われたっていうので、それで作ったスープです。ここに書いてある。私のアトリエを訪れる人に作った手作りカレーが人から人へと広がりました。そのカレーに大根スープを加え、さらに美味しいスープカレーが生まれました。え、この三浦って書いてるのは、うん、はい、もしかしてこれ大根で作られた焼酎ですか？そうですよ。なんだ、飲んだら体にいいとか？そうね、体にいいっていうこともそうだし、飲みやすいんですよね。なんか焼酎は僕飲めないんですけど、うん、まあ、未成年で飲めないんですけど、うん、お酒も飲めないんじゃない？そうなんですけど、うん、でもなんかいろいろ大根の食べ物の話して、うん、聞いてきたら、うん、お腹空いてきたんですけど、うん、なんか食べたいです。あ、次隣の部屋で食べましょう、ね。いいんですか？はいはい、何食べれるんだろう、楽しみ。ここからね、いらっしゃいます。大根料理ですね。すこんな感じですね。うわ、綺麗。まだあるんですよ、さらに大根でね。はい、どうぞ。うわ、すごい綺麗。はい、これ。うわ、綺麗。おいしそう。これね、鎌倉のビール、鎌倉ビールの地ビールで漬けた漬物。へー、あ、漬物なんですね。うん、そう。めっちゃ綺麗ですよ。大きいですね、大根が。これこそ芸術作品。いただきます。どうぞ。どうやって食べようかな。ま、元気に食べよう。え、まずじゃあ、うんうん、大根から。大根からね。まずそのまま食べていいですか？大根からって全部で大根なんだけど。あ、確かに、うん、シャチホコみたいにさ。え、柔らかい。すぐ箸通る、うんうん、いただきます、大根です。はい、うん、どう？え、一瞬で溶けます。よかったね。一瞬で、うんうん、
口の中で溶けるんですよ、うん、で溶けるんですけど水分があるんですよね、うん、あったかい水分があって、でここで柔らかいなって思った時に、うん、味噌の香りが来るんですよ。すごいね。味噌って結構濃いんですよね、うん、濃くてその濃さが大根のみずみずしさと合わってちょうどいい味になるんですよ。じゃあ青首大根の古吹き大根を、はい、そうですいただきたいと思います、はい、でも味がついてるんですよね。それうん、それほろ酔い気分っていうのよ。うんうん、濃い、美味しいでしょ。うんうん、じわじわきますね。なんだろう、シュワシュワくる。そう、なんかしびれます、ちょっとだけ。で美味しいよ、これ大人の味だね、大人の味や、大人の味だ、これあれだ、うん、それがわかる、大人の味ってわかる、こういう味だって。どういう味、難しいな、なんだろう、だどういう判断していいかなって思っちゃう、大人なかごめんね、あのあれですよ、だからいい気になるのは、うん、あの大根スープカレーですよね。そう、これね、これはスプーンで、そう、はい、その中大根のね、お団子が白、はい、白グリーン、え、すごい、赤、え、すごい、すごいっしょ。じゃあいただきます、はい、うんうん、何、めっちゃうまい、え、めっちゃうまい、めっちゃうまい、うまい、あ、珍しいね。この口に入れる前から香りがバッてくるんですよ、うん、で口に入れた時にさらにカレーの匂い、うん、ボン、ちょ、もう一回いいですか、うん、団子とめっちゃ合うんですよ。優しいわ、うん、めっちゃめちゃ優しいですね、うん、大根が入ってないと、うん、このスープカレーの口当たりがない気がする、うん、この大根が入ってるからこそ、このどんな口当たりなんですか。優しいんですよ、こう、なんで普通のカレーってまあ普通にこうご想像されたら、うん、まあゆらりっていうかちょっとドロッとしたような、うん、まあ、ルーだけそのものの味を楽しむと思うんですけど、うん、なんかもうクッションのような感じ、うん、ソファーでダイブしたら夜間にふーんって感じ、うん、へえ、そうなんだ。ちなみにさっきこれいただいたんですけど、ええ、これは何ですか。鎌倉大根の、ね、根っこなんだよね、あ、根っこなんや、うん、唐揚げ油にちょっと入れたのね、はい、美味しいですよ、いい匂いがする、うんうん、これはそのまま食べれるんですか。食べれるようにしてきました。どうぞ、いただきます。食べてみて、うん、大根なの、味するでしょ、濃いでしょ、濃い、美味しい、ね、うん、美味しい、美味しい、濃すぎない、よかった、全然酸っぱくない、でも濃いけど、うん、栄養が体に引き渡ってる気がする。ああ、そうね、それはわかる、そんな感じ、多分そうでも、ね、ですよね、食べてみないとわかんないかもしれない、うん、鎌倉時代に疫病が流行って、はい、ここら辺にその大根をね植えたらしいんですけど、そしたらその疫病がそれを食べた人だけがあの元気になったって、っていう話、昔話があるの。なんかね、うん、大根を食べてたら、うん、パワーがみなぎってきます。あ、そう、一番なんか元気が出た、なんかこうあで、はい、出てきた、入ってる、すごいね、パワー僕もね、うん、本当に今日で大根めっちゃ好きになりました、うん、ありがとうございます。こんなに美味しいんですかって感じですか、うん、あ、ありがとうございます。こんな大根美味しかったっけみたいな、はい、ごちそうさまでした、ありがとうございました。今後の展望はどのように考えられていますか、うん、ね、願いが叶えればいいねと思うことは、うん、鎌倉の野菜っていうのが京都の野菜のように何々ってあまり知れ渡ってないし、そういったものを自分なりに鎌倉の野菜だということをやれるようだったらちょっと幸せかな、大根屋さんっていうのをやった価値が出てくるかなと思ってます。ってことは、うん、鎌倉の大根がもっと有名になってほしいってことですね。そうなんですよ、一人じゃ無理なので、うん、確かにこの大根のパワフルさを興味がある人がどんどん集まってくれることを願ってます、うん、大根が少しでも好きならもう一度この大根料理を食べてみてほしいです。で大根ね、うん、食べるとバフ、うん、あの健康になるじゃないですか、うん、それとは別にまだあの服が来るじゃないですか。そうなのよ、うん、集めてください、服を。ここに来れば、はい、いろいろ感じれました、ありがとうございました、うん、こちらこそ、あなたみたいな若いハンサムな人に言われてやる気満々よありがとうございました、はい、ありがとうございます。